まず2連勝はありましたけども、3連勝ってなかなかできなかったんで、今チームがすごく勢いがある中で3連勝できて、難しいゲームでしたけど、しっかり勝ち切れたのはすごく良かったです。いやもう今日はチャンスがね、すごくあった中で、1点しか取れなかったというか、追加点も取れるチャンスもありましたし、2点目、3点目というチャンスもあったので、そこはもちろん課題ですけども、まずは今その上位の、我々にも上位にいた仙台に勝ちたってことを本当に嬉しく思いますし、ホームで、サポーターと共に喜び合いのことは最高ですね。もちろん勝っていくためにはね、上に行くためには勝ち続けなきゃいけないので、次もアウェイの戦、大宮ですけども、またいい準備をして、このいい流れを、ね、掴んで、練習したいと思います。ありがとうございます。はい、大丈夫です。いつでもお願いください。はい、ありがとうございます。